後継ぎはあの土を持ってた。あんたが使わせてもらってたやつ覚えてたよりずっと小さかったよ。いつも火事場にいたね。動かすのが大変で。病になれば死ぬしかない。鎧を仕立て直しましょうか。もうこの刃は通しません。これで安全です。もうこの刃は通しません。ではさあ、うちの道具を見ていってください。野党に戦場で拾われるとはおじ上は何と言うだろうか。ばっかり足の指が6本もあったじいさん、
この辺りに住んでたんで。言うな、タカも呼んだのか。来るなって言ったんだよ。俺にも手伝わせてください。槍川に残っても役に立ちませんし。死なれるよりはマシさ。消えた兵の捜索など慣れてはおらぬだろう。励みます。お邪魔にはなりません。わかった。だが用心し、ユナに従え。承知しました。手がかりはあったか。この辺で見たって話だけど気配はないね。探してみよう。俺の人形をこの辺に埋めてたよね。覚えてたの。気に入ってたんだぞ。姉さんの喧嘩相手なんて名前だったっけ。ゴロ。弱いくせにすっかかってきてね。この草刈って牛にやったな。そうだったね。今は弓取りを探しな。猛虎が死んでおる。私じゃない。焼き傷があるな。でも矢がない。誰かが抜いた。また使うんだろう。かなりの腕前だな。足跡3、いや4人だ。どこへ行ったのでしょう。調べよう。ここではコオロギを取ったな。よく来てたね。それに竹を編んでカゴを作った。なんでコオロギ取りしてたか覚えてる？いや。母さんから遠ざけるためさ。腹を立てるとあんたに八つ当たりするから。コオロギに感謝しな。あの家に続いておる。侍が住んでたね。相撲じゃ負けなしだって自慢してた。タカ。もし。タカ。死ぬとこだったんだよ。中を調べよう。私は外を見る。ゴザがある。ここに泊まったか。クマには食われてなさそう。熊が兵糧を食ったか。おかげで死なずに済んだ。ありがたや。矢尻に譲る。三河用の皮も。弓取りはここにいた。ジェン、タカ、
っちに来て。焚き火がまだ暖かい。この家を建ったばかりだな。近くにおるぞ。猛虎の火薬を盗んだのか。いい根性してるね。足跡だ。あそこの丘を登ってるね。訳があるようだな。身を低くして声を潜めろ。お主、侍か。こっちへ来い。槍川の弓取りと見受けるが。数は減った。兵糧を奪うため野営を襲おうとしたもののあえなく見つかってな。他にはいないの。捕まった。ここまで追ったが。我らも手を貸そう。うん、腕は立つようだな。わしは大国酒井陣。志村じゃない。なら手を貸してくれよ。まず野営を見てみよう。捕虜を運ぶ部隊、どうやら直に立つようだな。元槍川の向こうにある野営に向かうのだ。立たれる前に動かねばなるまい。槍川の弓取り、皆無事だ。一時でも早く助けてやらねばな。行き先はつかめた。先回りして罠を仕掛ける方がいい。奇襲に向かない地形だね。元槍川はどうです。道の両脇に屋根がある。盗んだ火薬も役立ちそうだ。これは使える。なかなかの策士ですな。よし、猛虎より先に動くぞ。猛虎はこっちに向かってる。タカ、小屋の中に隠れてて。いやだ、ここに残って俺も戦う。ジン、頼むよ。タカが決めたことであろう。じゃああんたが守ってやってね。怖いか。いえ、そんなこと。少しだけ。姉さんもあなたも怖いものを知らずでしょ。まだわからんだろうが、誰しも怖い時はある。ユナもな。あなたも。ああ、叔父上が捕らえられた時、家族を失うかと恐ろしかった。だからユナの不安もわかる。姉さんには何度も救われた。俺もだ。来たな。猛虎が近づいたら樽を射る。酒井様、動けません。お主ならできる。恐れる心を力に変えろ。やってみます。今ですか。まだだ。もう十分近いですよね。
情け無用。坂井殿、坂井様、いい日和です。よくやった大黒、仲間を連れて槍川に戻れ直ちに。いやはやまさかあなたがあのクロードとは思いもしなかった。共に囲いを破ってはくれぬか。宇治政殿次第だ。わしが取りなそう。噂通りだな、稀に見る豪の者じゃないか。タカ、悪いけどジンと話があるんだ。槍川で待ってる。やったよ。タカが死んでもおかしくなかった。落ちかけたし。しかし見事にやってくれたぞ。置いてくればよかった。ユナ、心持ちはわかるがタカは赤子ではない。あの子は戦えない素質はある。あんたは何も知らないだろ。トアにかばってやるつもりか。タカのことは私が決める。口を出すんじゃないよ。もう戻らなきゃ。囲いを何とかするんだろう。町で会おう。
先日座禅を組んでいたら若い狐が隣に座っていたことがあります。賢いゆえお主の人柄に惹かれたのであろう。話しかけると何か言いたげに立ち上がって、ついていくと神社にたどり着きました。あの時の感動は言葉では言い表せません。かような時でも光をお与えくださるのだな。坂井殿。坂井様、お戻りで。何かご入り用でしょうか。素材が足りないようですね。また頼むぞ。どうかご武運を。タカ、お主のおかげで槍川も戦えるかもしれん。礼を言うぞ。ありがたいお言葉。モコが騒がしくなってきましたね。我らがテムゲをなぶったからな。復讐に燃えておろう。攻めてきますかね。今夜ではない。だが我らを寝かせず、明日疲れたところに仕掛けるはず。今のうちに休め。ああ、そうだ。宇治政様の館で姉さんが話したいって。よし、ここらへ。坂井殿。町の守りは進んでおるようです。お主の働き大国から聞いた。礼を言う。おじぎみへの恨みは変わらぬがな。敵は猛虎。手勢なき今あなたが頼りです。猛虎の餌としたいのだろう。槍川の民は勇猛で腕が立つと聞く。それを示す時では。考えておこう。起きておったか。百姓だけで侍が負けた相手に勝てる？すぐに分かる。あんたも酔った方がいいね。
ケンジのやつ、その日はわらじ一足で過ごしたんだ。ひどい味だ。母親のお気に入り、浴びるように飲んで。酒が切れると怒ってね、わめくんだ。私の茶はどこだって。それは苦労したな。タカが6つの時腕を折られてさ、あの子を連れて足がちぎれるくらい走った。しばらくしてから知ったけど、のたれ死んだって。姉として立派な行いだ。時として逃げることが何よりも勝る手だて。ジェン、大変だ。急ぐぞ。何があろうと逃げたりしないよ。酒井様、姉さん、モーコが。行くぞ。どこにおる。表門です。このままでは。止めなきゃね。あのお方、クロード様だ。クロード様、お助けを。タカ、戦えぬ者を集め、館に入れ。みんな、館に逃げ込むんだ。急げ、みんな、こっちだ。もう待っててこい。敵だ。門が破られる。一所懸命だ。町に入った猛虎は一人として生かしておくな。敵を通すな。弓隊、見かけよう。槍カバを守れ。クロード様に続け。Thank you.
猛虎が引いてく。これ式の戦いで引くとは魂胆は何だ。釣り出すつもり。いや、できる限り敵を遠ざけ館に逃げろ。俺は投石機を破壊する。私も行くよ。ならん、鷹を見ていろ。まずは敵陣をすり抜け、投石機を壊さねば。어떡합시다. 네. 이 넥 히슨 훈. 우후흑 여스도이. 여튼 바가요. 여튼 이때 볼 홈치다. 오이, 우도 극자 하르다. 야구.
마셔! 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 마즈 히토츠 手立ては残っておる。町に戻るにも難儀しそうだ。 悔やむことになるぞ。 あれは百古城の手抜け。館のそばにおるぞ。
かってこい。現れたか。己の首で恩賞をいただく。我が名は酒井仁。この島を荒らす異敵に天誅を与える者。己の血で畑を潤せ。黙れ手向け。我が得るのは六文銭だ。知れ事を。調子に乗るなよ。対馬を去れば情けをかけてやる。槍皮を焼き尽くす。大勢を切り刻んだと誇っておったな。それもここまでだ。ゴーズゾンプス。姉さん、町は守った。次は志村殿に加勢し対馬を守ろう。私らは侍じゃない。誰が猛虎を退けた。あの兵器に立ち向かったのは、槍川を守ったのは誰だ。俺たちだ。あんたたち黙って猛虎の好きにさせる機会。たとえ侍でなくともお主らは戦える。我らで異敵を打ち払い故郷を救おう。お主らも立ち上がれ。
前の友が我が名将を討ち寄った。兵はあやつを不死身だと言い始めておる。お前が正してこい。陣の首を取った褒美なんてもらえるかよ。大事な菅笠衆のことはもう良いのか。陣は対馬一腕が立つ。俺の仲間では殺せん。敵を滅ぼす手はいくらでもあろう。頭を使え。あいつを殺さない手もあるだろう。終わったな。これで槍川も加わる。叔父上も喜ばれよう。戦が終わったら全て忘れてしまうから。お前ほどの馬はいない。走る。坂の裏に入ったらしいが、坂売りの姿に変化したって聞いたよ。そうじゃないだろう。武具は己の腕の一部と思え、体の芯を使って振るうのだ。そうだ、よいぞ。おお、坂井、よくやったな。お前の働きで城を奪えるだけの兵が集まった。後ほどユナにお会いください。褒美の支度は済ませてある。本土からの遠兵が直島に着く。だがその前に
早馬が届いてな。石膏がハーンの下地を手に入れた。竜像に当てたものだ。菅笠衆が我が陣に攻め入るようだ。竜像は今どこに？この近く、高野山。お前が行かずとも良いのだぞ。かつての友です。私が切らねば。では任せよう。こちらは戦支度を済ませておく。ユナも来るやもしれぬな。全部は無理だからね。何を置いてきゃいい？いろんなもんだよ。火事の道具は本土で買おう。もうこの大将を行くのか？志村様のおかげさ。明日の夜明けには船を出せる。今一度力を借りたい。竜像が高野山砦に潜んでおる。無理だ。悪く思わないで。こればっかりは頼みを聞けない。腹を空かせたまま必死に金を集めてきたのは本土で生き直すためなんだ。棒には触れない。急に立たずとも竜像を撃ってから出立すればよかろう。これはあんたの戦だろう。巻き込むな。私はタカと新しい地で生きていかなくちゃ。ならば止めまい。面倒をかけたな。礼を言う。安らげるよう願う。あんたも。酒井様。ユナの言うことを聞き励むのだぞ。はい、ではお達者で。夜影に紛れて一人で撃つさ。高野山砦で裏切り者の住みか。砦を探るか。
が物顔でのさばっておれ。酒井様、お待ちを。し、見つかるぞ。お一人では無謀です。姉さんが行かないならせめて俺が。これは戦なのだぞ。共に立ち上がり島を守ろうと誓ったではありませんか。でしょう、クロード様。猛虎とは戦わせぬぞ。もし何かあれば。ならば敵の目を引きます。幾人か連れれば戦いやすいでしょう。わかった。ただし追われたら直ちに本陣に逃げ込め。決してしくじりません。ではそろそろ行くぞ。こっちだ。ついてこい、汚いのライルども。志村様に所在を告げてやる。お侍が押し寄せまくるぞ。一問だけにされてしまえ。侍、トクロクロホストンハン、マンズコアン。侍、ハンコプルシグノーチ、ヤプシルビー、モードアトライチェン。タカ、よくやった。無事に陣まで戻れ。チンハルを。友人はおらぬ。おそらく門の向こうか。Сад ирж мэдэн сэрэмжтэй бай. Дараа мултар чадахгүй. Үнэгэн олчы! Харал эдсэн самурайл бодж таарлаа! Тэн байна уу? Тэн храгдах гүл бэнда! Тэн байна! Хана!
Энэ үхчихээ. Ямар нэг юм харуу. Ой, өнөө гихч харлаа. Явчих. Гихтэй болгоомжтой. Юу байсан бэ? Ой, өдөө гихца.龍蔵、待ってたんだぜ。なぜ来たか分かるな。ああ、居所はあえて漏らしたからな。ハーンと会ってくれ。聞く耳は持たん。よくも裏切ったな。島を守りたくないのか。切り合う意味なんてないんだぞ。いや龍蔵、意味はある。坂井様、坂井様、目を開けてください。タカ、なぜだ。あまりに遅いので、何かあったかと思い助けに来たんですが、見つかってまずい、逃げなければ。ここで死ぬんでしょうか。諦めてはならん、縄をほどけ。少しでも緩まれば。馬の父の酒だ。我が相場のな。昨日足を折ったゆえ兵に食わせてやった。情けより実を取る。我らは似ていると思わんか。俺は武士だ。いや、一介の武士ではなかろう。クロードだ。下るよう民を説き伏せろ。さすれば兵を引く。己に従う気はない。その言葉志村からも来た。戦が終わるというのに。もうこの区別にはならぬ。誉れ高き一族の中で日陰の身となる辛さ、よくわかる。英雄となるべき我らがその機会すら得られぬ。クロードは英雄だ。聞いたか。
民は己に従う。なぜ救ってやらんのだ。同士討ちをさせる気か、竜蔵のように。だが無駄だ。さすがはクロウド、こやつの身は案じておらぬか。殺せ、逃がしてやる。選ばせてやる。今度は過つなよ。殺してやる。いざ勝負。
ジン。ユナ。さっきハーンと竜像を見かけた。タカはどこ？いるんだろ。あんたを追うって文があったんだ。どこなの？なんで？嘘だ！タカ！ユナ、待て！タカ！なんで行っちまったのさ？私に黙って！死に追いつこうとしたのだ。クロードに憧れてたからだ。どうしてついていかせた？戻るよう言ったが、どうしてもと聞かせ。この子らしい。いけない。
済んだな。菅笠衆は終わりだ。あとは龍蔵。殺してやる。ハーモン。今は次に備えよう。鷹を埋めなくちゃ。手伝おう。鷹を巻き込む気はなかった。すまぬ。いい暮らしをさせてやるって誓ったのに。悪いのは私、あんたじゃない。違う。範囲や竜蔵、島を奪った猛虎のせいだ。生かしてはおけぬ。鷹の敵を討つぞ。島を出る理由はもうない。行くあてもやることも。だから残る。戦うよ。まずは本陣に戻り、しばし休め。後で会おう。鷹の最後どうだった？もののふであったぞ。
Huh?
武士がおるぞ。